はいどうも、えっと、YouTube チャンネルありのままの榎本をご覧いただきありがとうございます。はい、榎本晋作です。で、今日ちょっといただいた質問に対,て対してお答えしたいと思います。はい。ああ、もうなんか、あれですね、最初の入り噛んじゃうとこダメですね。はい。で、ごめんなさい、あの、気を取り直していきましょう。で、今日はあれですね、いただいた質問これでした。榎本さん、ホームページって、業者に頼んだ方がいいですかそれとも、えっと、他に方法ありますかと。はい。 そんな質問でした。どうなんすかね。えっとホームページ作ったことある人とかそういう人いるんですかね？あの。 まあ一応なんかごめんなさい言葉だけ統一しとくとホームページってえっと待ってインターネットのサファリとかファイアフォックスとかそのインターネットエクスプローラーとかグーグルクロームをクリックして開けた時に最初に出るこ出るページをホームページって言って皆さんが一般に言われてるホームページってウェブサイトなんですよ正式に言うとなんでウェブサイトでいきたいと思いますでウェブサイトなんですけどこれはどうですかねえっともう僕個人の意見ですいろんなケースありいろんなケースありますけどこの人の質問の場合は結構簡単なんですよ 何かっていうとあのなですかねあそう自分でなんかその授業を始めてみたいとでいろんな人巻き込んでやっていきたいっていうまあ学校形式の授業やっていきたいっていうお方でしたでこの方お方って言ったらなんか偉そうだね言い方があのまあ、この方ですね僕よりも年上の方なんですけどえっとという話だったんですけど、まあ、全く パソコン弱いんだったらある程度人に頼んじゃった方がいいかなと個人的には思ってますでえっと <laughs> まあそのフリーランスとかちょっと人間関係でつながってるけどちゃんと期間とこういう想定で行きたくてこういう予算で行きたいみたいなところをちゃんとスパッと決めてあげてでその上で自分何すればいいのみたいなところを全部聞いてあげるのが大事かなと。 まあ、制作する人でフリーランスぐらいの人はいいと思いますあの。その肝感にもよるんですけど、大々的にバッてやるみたいな話じゃなければ。で、予算なんですけど、できれば20万円以内に抑える。えっと、もう最初事業をやるときにホームページに20万円以上かけるってもうコスパよくないと思うんで、あの、この,あのレベル感にもよるもちろんレベル感にもよるんですけど、スパってとりあえずあってみたいな。で、そこに会員ログイン機能とかそういうのいろいろ複雑な機能とか混ぜるとややこしいんですけど、そういうの使かない。もう とりあえずパンフレット代わりにホームページ作るみたいなその程度でいいと思いますしなくてもいいっすっていうぐらい本当になくてもいい時やってもこれデジタルマーケティングやってる人間からするとなくていいっていうのはちょっと暴論なんですけど実際僕も会社のホームページ作ってないんですよあのこれめんどくさくてっていう話なんですけどねあの時間がなかったっていうっていう話ですねなのでまあそういうところあるんでまあそれは結論から言うとやっぱマンチで本当そういうの苦手だったら頼んだ方がいいかなって ただですねある程度パソコン使えてそういうのも覚えたいよっていう人はあのワードプレスっていうシステムがあるんでシステムっていうか、まあ、世に配られてるシステムがあってそこにテンプレートパッとぶっ込むみたいなのをやるとすぐつけられるんですよ。それとかって多分1日で習得できるんであの全部自分でやるっていうよりワードプレス講座とかストリートアカデミーとかでもいっぱいありますし僕も1日稼ぎとかやってるんですよ実はワードプレスの。 あの僕自分でホームページ作れるんですよ。HTML とか CSS とかちょっと打てるんですけど打たなくても作れるレベル感のもので作れてます。そういう人に1日で教えてもらうっていうのはいいと思いますね僕は。だから僕やってるのはそのワードプレス1日家庭コースみたいなのやってて実は、まあ、最近全然やってないんですけどなんでかっていうと僕に1日のコース使っちゃうの結構あれなんで結構なかなかその1日すぐ時間取れないっていうのとあのコロナ禍もあるんで、まあ、これオンラインでできちゃうんで全然余裕なんですけど。 あのまあそういうのがありますとこれ宣伝みたいになっちゃうのやめとこうはいあのあれううのですねでそういうところで結構何がポイントかというと1日って区切ってあげることであのあれですね制作側もうその延々と伸びるのを防げるみたいなそういうところがあるんですよね。で、えっと、そう そういうメリットがあるので、1日でいくらみたいなところで結構やるといいかなと思います。まあ、もし僕に頼みたい人いたら、全然問い合わせいただければ全然お答えしますので、まあ僕らはちょっとマーケティングアドバイザリーとかそういうの全部ついてみたいな話になるんですけどね。あのまあそれがいいっていう人も多いんですけど、はい。その感じでデザインはあんま得意じゃないです。あのデザイン得意じゃないんで、そのデザイン部分だけじゃあここだけあのバッてじゃあデザイナー入れようかとか、そういうディレクションを良くしたりしますね。まあいいや、そこはいいや。置いといて。まあ、あのそういう感じなので、あと、 自分で作りたいとか、パソコンそんなに苦手じゃないよとか、まあ、やってみたい気持ちもあるし、後々自分で更新できるようになりたいっていう人は、それの方がいいと思います。あ,あと、これ、これポイント。えっと、もう、あの基本的に、一回作ったら自分で更新できるシステムから作ってもらうこと。これ、ワードプレスっていうのはできるんで、あの、これ、いちいち業者に頼んだみたいなことやったら、授業始める時間に合わないです。これはマジでめちゃくちゃ、あのめっちゃ時間かかるです。これ、あの全然非効率。なので、基本的には、えっと、もう、ホームページ作るって言った時に、 そこでバッて納品してもらっでてもらってくださいでもうパソコンどうしても苦手だっていう人はもうその人にも月額で契約して契約して入ってもらうぐらいな月額1万2万ぐらいで契約して入ってもらうぐらいな感じにした方がいいかなと思うんですけどまあ何ですかねパワーポイントで軽く資料作れるぐらいのパソコン作れ使えるっていう人だったらいいと思いますそれはいいじゃなくてあの自分で更新できるシステムにしてもらった方がいいと思います特にブログとかを更新したりとかあのなんか事業のお知らせとか更新したりするのいちいち文面を送ってみたいなオペレーション面倒 めんどくさいいいで、そういうのは結構あるかなと思いますね。だからワードプレスってシステム使うとそれができちゃうんで,でたまになんですけどたまにじゃあワードプレスとかもめんどくさいし自分でゼロからやるときに一番簡単なやつなんですかって言ったらもうこれは、えっと、いろいろあるんですけどウィッキーすか人通っていうのがおすすめかなって個人的には思いますしまああんまこの辺実は詳しくないんですよあの僕自分の会社でサイト制作とかやってるんですよ実はあの結構やってるんですよ あの結構そのでかい行政機関のやつとかもやってたりすれば何ですかねえっとまあ教育機関学校とかのやつもやったりとかあとはまあ商業系で会社とかのやつとか、まあ、大手企業のやつもやったりしましたねあの大手っていうか上場企業とかもやったりするしあのミニマムの1人の,あの個人の,人のやつもやったりとかそういうのもしますね。なので あの金額ベースにすると10万から、えっと、最高800万ぐらいか10万から800万ぐらいのプロジェクトをやったみたいなそういう人間ですあのめちゃくちゃですよ金額感がはいえっとそうですよそれぐらい幅があるんです実ははいただもうあの授業始めるときは20万円ぐらいでなんとかするとなのでそのために1あの、まあ、本当にデザイナーには短い時間で作れるものを作ってもらうぐらいな感じがいいと思いますであと自分で作るんだったらワードプレス1日家的コース まあ僕のコースになっちゃうのはそれえっとワードプレスの講座とか行くまあこれは一回行ってみた方がいいと思います本当にあの仕組みが分かれば大したことしないって分かっちゃうんで <laughs> テンプレート使ってる時ではねあのそういうのもはいまああとえっとまあ自分で作る時にジンドゥーとかウィッキスとかそういうのを使ってもいいからって個人的にはあのなんか サイトの表示スピードの問題から考えると、ジンドゥとかの方がいいかなって、個人的には使どっちも使ってみて思いました。で、ランディングページを自分で作りたいんだったら、ペライチっていうのもあります。まあ、この辺ちょっと、えっと、もうちょっと深め、掘り下げてほしいっていう人いれば。あの、お答えしますので、えっと、全然、あの、いつも質問ください。ラインとかフェイスブックメッセンジャーだったりとか、とコメント欄とかで。いただけると嬉しいです。はい、まあ、というわけなので、まあ、業者に任せるかどうかっていうところは、は本当に自分がパソコンに。苦手意識があるかどうかっていうところで、あと、予算っていうのは20万以内になるべく抑えた。 方がい,いかなと個人的には思いますがこの20万にあんまり根拠はないのであのもし何かあればあの直接聞いてくださいっていうのとあと最悪最悪っていうかまあ外注するにせよワードプレス講座とか安いやつあるんで、まあ、3000円とか1万円とかそれぐらいかなえっとまあそれぐらいのやつなんでそれは一回言っといた方が後々いいかなと思いますあの発注側に意外と知見があるとうまくプロジェクト回りやすいんですよホームページ制作って。 まあそういういところはい。まあ、こんな感じで、ちょっとあの、皆さんの、その、企業とか独立とか、まあ、僕のやって,てやってることの経験とかもお伝えしたいと思ってますんで、まあ、よかったら、高評価かチャンネル登録していただくと、あの、まあ、アルゴリズム上届きやすいので、あの、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。では、じゃ